竹ですチャンネル。はい、竹ですチャンネルです。ですね、本日はあちこちでちょっと宣伝してたと思うんですけども、こちら、メイドインジャパンのフェンダーの、プレシジョンベースハイブリッド2、今流行りのハイブリッド2ですけども、プレシジョンベースですけど21フレットあるということ、まあ、他にもですねちょっと現代的な仕様になっているという、プレベですけども、こちらの方を、フロントピックアップを取り付けて、なおかつ、バランサーで、まあ、このセンターとフロントのピックアップの音を、まあ、ミックスしながら使えるというふうな改造をしました。さらに、ここですね、ボリュームのポットをプッシュのスイッチになっておりまして、通常のミックスとそれからフェイズサウンドですね、出力を消し合うようなそういった、サウンドが出せるような仕様になっております。あと、まあ、自分仕様ということでもう完全に、まあ、自分のオリジナルの塗装を施してしまったということで、あります。あと、いつものようにですね、あのフラットワウンドの、ロービーから、貼ってあります。ですので5弦ベースの5432というところの、弦が貼ってあるというような感じの仕様になっております。完全にもう私仕様の、ベースということです。はい、ということでこいつの、サウンドを聞いてもらいたいと思います。ではどうぞ。
まあ、軽く思想した動画を見てもらったと思うんですけども、基本的にセンターで、まあ、鳴らすとあのプレシジョンベースらしい音が出るんですけども、フロントの方にどんどんこう寄せていくようにですね、バランサーでミックスしていくと、まあ、だんだん角が取れて、まあ、低域がよりブーミーになっていくというか、音を歪ませて使うのでより邪悪な、あのなんていうんですかね、ちょっとこうダークサイドな感じの音の、まあ、ベースサウンドが出せるというような感じになってます。ただあのフェーズサウンドにすると若干その辺がですね、あのちょっとまあ線が細くなる感じで、歪ませた時も少しパリッという感じにミックスされるというような、まあサウンドですね。まあ何ですかね、このバランサーの使い方とか、あとはまあトーンとの絡み、今回はもうトーンフルなんであれですけども、さらにトーンを絞ることによってもっとブーミーにできたり、それからそのフェーズサウンドだけどももっとこうちょっとこう柔らかい感じにするとかですね、まあ、そういったことができるという意味で言うと、いろんなことができるんだけども、迷ってしまう可能性もあるかなというようなベースではあります。まああの、うん、今後ちょっとこいつをですね、まあ、いろんな場面で使っていけたらなというふうに考えています。それでは、ご視聴ありがとうございました。また。